2021年5月29日にプロ初登板、初勝利を挙げました。2005年には開幕から12連勝のチームを達成。東日本大震災直後の2011年4月12日の開幕戦では魂の投球でチームを勝利に導き、東北に勇気を与えてくれました。岩田美咲選手よりご挨拶をいただきます。本日はこのような引退セレモニーを開いてくださった読売ジャイアンツの関係者の皆様、ヤクルトスワローズの皆様、球場に足を運んでくださったファンの皆様へ心より感謝を申し上げます。本日をもちまして21年間のプロ野球生活に幕を閉じます。21年間素晴らしいチームメイトに恵まれ、最高の野球人生を送ることができ感謝の思いでいっぱいです。ファンの皆様の温かいご声援に何度もパワーをいただきました。本当にありがとうございました。そしていつもそばでサポートしていただいた家族にも本当にたくさんの困難を乗り越えることができ、支えてもらったことに感謝しています。この2年間ジャイアンツで一軍復帰することはできませんでしたが、現役最後にこのジャイアンツのユニフォームを着てこの日を迎えられたことに幸せに感じています。これからも野球を通じて誰かを幸せにできる存在でありたいと思います。21年間本当にありがとうございました。花束が贈呈されます。
ね。